普段はね、ここで岡田さんはね、農業の、まあ、出荷作業ですね、ここ主に。そうですね、はい、ここで、はい、出荷する野菜の選別とかして輪ゴムで留めて出荷できるようにここの作業場で、まあ、ランチ中は横にいながらで、エンドリケルもいながらここで作業されてますね。あの、僕の先輩はね、趣味が同じで、はい、まあ金魚、そして農業、そして魚釣り、もう趣味が全て一致するので話がすごい合うんですよ。なので、そうですね、もう30年以上付き合ってますね。はい、僕のそうですね、いいことも悪いこともたくさんしてきましたね、先輩とは。そうですね、まあ釣りの方もすごい上手くて、まあ、僕今シーバスのプロやってるんですけど、そのシーバスを教えてくれた先輩がこの岡田先輩なんですよ。岡田先輩に僕はシーバスを教わって、そこから、はい、プロになることを決意したという感じで、日本魚釣りの大先生で、岡田さんもプロになれるぐらいの腕前なんで、まあ、魚釣りでも金魚でも、まあ、農業でもすごい話がよく合う、世話になってる先輩ですね。大体農業の仕事は朝何時ぐらいからやってるんですか？朝6時から。それからまず温室に行ったりするんですか？温室行って収穫するんですか？収穫して、はい、調整して、はい、出荷っていう。なるほど、はい、まあ、専業農家をされながら魚釣りをしたり金魚の飼育をしたり、農業をしながら趣味に没頭してる感じの岡田さんです。今週は週3で釣り、はい、またね、ちょっとね、昨日釣ったマグロの写真も貼っときますんで、1個1枚何本あるか分かりません、これ全部ルアース、ヤフオクに売ったら1万円じゃ買えないな。うん、これはすごいです。これもう店屋に売ってないですよ、これ全部。ここが釣り部屋です。すべて釣り、まだブラックバスとかブラックバスとか、あれ、あ、本当だ、これ全部ブラックバス、ブラックバスの、はい、道具がずらっと、これ全部竿です。うわ、すごいわ。こっちがソルト、ソルト海用ですね、うん、はい、釣り部屋、俺の部屋とレベルが一緒だいや、こんなに綺麗に片付けないってないけど、わ、ジグもありますね。淡水も海水もやる人あんまりいないですけどね、オールラウンダーですね。今日は顔は NG ってことで、また顔は研究会の時にトライしてもらいたいと思います。はい、また7月の28日でしたっけ？28ですよね、はい、研究会が朝7時集合ですね。興味がある方はぜひ、はい、来てください。よろしくお願いします。僕もその日から正規の会員になりますので、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。本当に盛り上げていきたいですね、名古屋金魚愛好会です ね、はい、若手が多いでね。そうですね、はい、まあ逆に言えば登、はい、っていけるんで。そうですね、これからが、これから若手で盛り上げていきたい会なんで、はいはい、確かに、はい、会長ともども、はい、僕も微力ながらちょっと PR 活動の方 YouTube を通して頑張っていきます。お金をお願いします。はい、それではね、まず室内飼育場の方から FRP 水槽ですね、新調されたということなので、岡田さん、これ引退された方に譲ってもらったんですか？そうですね、まあ、室内飼育用の FRP 水槽で今ね、新庫の方、はい、飼育しております。まあね、室内でね、作業場があるんですよね、農業の、はい、そこの作業場で、これ今何匹ぐらい入ってるんですかね、30、40、50ぐらい、50ですか、ちょっとこれぐらいのサイズちょうどいいですね。
FRP 水槽。ちっちゃい子用の水槽らしい。なるほど。で、大きなったらもうこれはダメらしい。そうですね、大きいサイズにはちょっとちっちゃいですけど、そうそうそう、これぐらいのサイズの子たちにはちょうどいいのかなと、はい、思います。屋外の方のね、プラ船、この4面並んでるところに行きました。はい、この2面が、そうですね、2歳、3歳が入ってるプラ船になります。で、ここが、ここの2面が新子ですね。これで何月に孵化したやつですか？4月後半ぐらい、4月の下旬ぐらいですね。はい、孵化した子たちです。これ同じ腹ですか？2面とも違う腹で、違う腹で買っておられます。これどっちが早いとか？右が早い。こっちの右が先に生まれた子たちですね。今餌って何やってるんですか？赤虫、ミジンコ、シュリンプ、3種類あげてるみたいですね。でも前来た時よりだいぶでかなってますね。前もうマジでケゴ、ハリコ、ハリコだったんですけどね、ほぼシュリンプしか食わん感じだったんですけど、今はもう赤虫とか、ミジンコとかも食べれるまでに成長してますね。はい、でもこっちもあんまり、あ、でもちょっと気持ち小さいですかね。小さいな。そうですね、まあでも順調に、病気もしずに、はい、順調に育ってるみたいなので楽しみですね。こちら2歳3歳が入っている池ですね。すだれでね、今本当に暑いので、はい、すだれでこうやってね、日陰を作ってここで生活してます。はい、ですね。はい。餌もらってます。うちと一緒です。デスク育成用です。うちも同じ餌ですね。はい、食べてます。エサタイム。美味しそうですね。はい、餌ですね。リスク育成用と胴体用、それと色揚げ用、はい、貴族も、はい、これちっちゃい時にあげる用の貴族ですね、ランチュー貴族、はい、こんな感じで置いてあります。ほぼ僕んちと一緒の餌が置いてありますね、はい、そしてここにしまもんチャンネルのステッカーもちゃんと貼ってあります。あ、貼ってないか、クリアファイルに挟んであります。そのうちはステッカーはいやいやいや、大丈夫です。針にフッキングして下に落ちないように、はい、ルアーの横に、置いてあります。はい、今回もね、岡田さんの作業場と飼育場にお邪魔して撮影させていただきました。まあ本当にね、
研究会が楽しみです。まあ、残り2ヶ月切ってるので研究会まで、まあね、みんなどんな魚をね持ってくるのか今から楽しみなので、もう僕もね本当に少しでもいい魚が作れるように毎日餌やり、そして水替えも選別も頑張っていきたいと思います。まあ、こうやってね岡田さんのところのね進行も見に来るとすごい刺激も受けるので、またちょっと自分も頑張らないかなと思いました。またちょこちょこねこうやってねいろんな人の池も見に来たいと思いますので、それもまた楽しみにしてください。それでは今回の撮影は僕しまもんと岡田さんでした。バイバイ。はい、あれからね1週間後岡田さんのね家にちょっとね用事があって来たんですけども、また進行取らせてもらうということで、すごいね順調に、はい、来てますね。ここも進行が入ってます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。バイバーイ。しまもんチャンネルのステッカーがリニューアルしたよ。欲しい人は気軽にしまもんおじさんに声かけてね。数量限定だよ。